なんならなんかセットリストとかで考えると一番今までの公演で一番好きな公演かもって思うくらいなんか良かった個人的に。こんばんは。重力シンパシー公演全体的に曲が全部いいかもしれん。最後好きな感じ。こんばんは。いや楽しかった。本当良かったです。みんな褒めて。頑張ったよ。言った予想見事に外れました。え、当たってる人多分いなかった。前のこう配信でさ、なんかどのユニットが見たいですかって時にさ、そのままでとさ思い出すたび辛くなる。マジ全然上がんなかったから、マジみんなの予想全部外れてた気がする。そうなんです。みんな褒めて。初日頑張って覚えた。マジできつかった。舞台終わってから2日で仕上げるのマジできつかったけど頑張りました。よいしょ。こんばんは。お疲れ様。ありがとう。みんなが褒めてくれたら元気出る。いつもすごいよ。見事です。よく頑張りました。えらい。みんなありがとう。もう元気出た。でも今日、あ、ヒラリンさん、くす玉ありがとうございます。頑張った、褒めてくれた。今日駅から家までの距離が世界一遠かった。足重すぎて。ありがたかいかった。今日はメイクさんにお任せしちゃいました。すごかった、楽しかった。ありがとう。こんばんは。マジで遠かった。3000里ぐらいあった。マジで駅から家までめちゃ遠かったんですけど。こんばんは。こんばんは。サリー、英語は初日やったか。久々にオンデマで公演鑑賞。劇場公演いいね。いつか入りたい。あ、嬉しい。ありがとうございます。ぜひいつでも来てください。まあ、なかなか来づらいかとは思いますが、29にも出ますからね。みんなよろしくお願いします。衣装どれも可愛すぎる。え、ね、しかもさ、あれ全部さ、まあ重力シンパシー、あのオープニングの衣装は重力シンパシーの衣装なので、その先輩の衣装をお借りさせていただいてるんですけど、それ以外の、あの中盤の白の衣装とアンコールのピンクの衣装は自分用に作っていただいてるんですよ。だからね、衣装に高橋さやかって書いてあるの。いつもだったらあの基本アンダーだからさ、そう基本アンダーだから、その初日面の衣装を借りたりするんだけど、今回マジでみんなの作ってもらえてめっちゃ嬉しい。なんかエイト以外で自分の名前がついた衣装って、ね、珍しいから嬉しかった。エイトも最近ないので旅行行ったらちょっと欲しいなと思うけど、そのわがまま言ってられません。そのままでの衣装めちゃくちゃ似合ってた。好きなやつ。え、ね、ジーンズ生地めちゃ可愛いよね。足結構上がってて、おおと思った。今日頑張ってあげました。でもセリちゃんが180度ぐらい上げててびっくりした。すごい柔らかいね、足が。重力シンプシーは松井玲奈さんの衣装をお借りしてます。マジ足がさ、足こうやって生えてたらここまで上がってた。セリちゃんすごい、マジすごい。え、足重い。今日すごい。明日は目覚ましをかけずに寝るぜ。え、なんか今日も夜公演だったから、まあ昼過ぎぐらいにはもう劇場にさえはいつも通り早く入って、まあ、1公演分全曲ね一人公演をしたんですけど、
だから実質今日3公演してるんですよ。朝1人で1公演分のリハやって、その後メンバーみんなでほぼ全曲リハやって、その後初日だったんで実質3公演動いた。それは疲れるわけだ。トメさんギフトありがとうございます。さあ明日はね休日でも、明日だ休日だからといって家に引きこもったらまたうわー無駄な日一日過ごしたって言ってよくないので、先日お疲れ様でした、ありがとう、よくないので、どこ行こうと思ってたんだけど、なんかどっか行こうと思ってた、忘れた、なんか何かを買いに行こうと思ったんだけど、コスメを買いに、コスメ、いや服だな、今服を夏にも着れる服を買わなきゃいけないから、明日は服を買いに行くぜ。こんばんは。ご褒美はまだお預けなの？なんか29にも公演あるから、29にぽよぽよの、さらにぽよぽよのお腹見せるのちょっとあれやから、29はあってかにしようかなと思ってただでさえぽよぽよだったのに。こんばんは。初日公演参加しました。あ、ありがとうございます。誰のファンの方だったんだろう、誰のファンの方が来てくれたんだろう、嬉しいね。でも今日オンデマのなんかメッセージにも書いたんですけど、やっぱチーム A だからピンクのペンライトがすごく多くて、ピンクのペンライトってあんま見たことそういえばなかったと思って、なんかその推し祭をピンクにしてるメンバーはたくさんいると思うから、そのちっちゃな何人かだったらさ見たことあったけど、結構ね多くの人がピンクにして、割とピンク一色の時もに見える時もあったりしたから、あなんかめちゃ新鮮と思って、でもこれ確かに4の時も思ったと思って、4の時もなんか黄色になる時とかあるから、全面がうわ黄色とかめちゃ新鮮って最初の頃思ってたから、なんかチームが変わった実感をすごくした。こんばんは。でさ、ちなみにキスバイエイトの時は、キスバイエイトってうちはダメだからみんなペンライトでこうアピールしてくれてたじゃないですか、赤を振ってる人をずっと探してた実はね、なんか赤2本振ってる人は絶対サイのファンじゃないかなと思ってみると大体そうだったので、赤のペンライトめっちゃ探してました桜関連の歌以外エイトだと見ない。え、確かに桜の花びらたちとか公園でやってた時は、その時はみんなピンクにしてくれてたけど、なんか久しぶりにピンクだった、なんか懐かしかったね。蜂の巣も黄色にします。確かに、なんかピンクがすごい新鮮だったんだ、サヤの中で、あピンクだと思って。こんばんは。そう、土曜日お話し会です、イエーイ、みんなお話し会で感想待ってるから、明日からオンデマで何十回も見てさやのいいところみんな教えてね。あでも舞台の感想も聞かなきゃいけないから、いっぱい聞かなきゃみんながいっぱい聞かなきゃ。こんばんは。舞台ペンライト2本持ってたのに1本壊れて仕方なくヒョルライトペンライトにした。え、ヒョルライトも予備で持ってんの偉くない？めっちゃ。こんばんは。舞台のアーカイブと初日のアーカイブ、そうだよ、キスバイエイトのアーカイブも見なきゃいけないし、今日の初日のやつももう見て、そう行ったり来たり、閉じて開いて閉じて開いてみんなしてね。お疲れ様です、ありがとう。こんばんは、初見さん、お、いやほほーい、こんばんは。ヒョルライト持ってたルンちゃんから爆レスが来る。ルンちゃんマジヒョルライト見つけんのバカ早かった。久々にお手紙書いた、内容ないけどごめんよ。嬉しい、書いてくれたの、ハッピーハッピージャムジャムって感じ。こんばんは。
でも個人的に今日ユニット割と良かったかなと思ったんだけど、みんなどうかな。まあ一回間違えたけど、こんばんは。振りミスっちゃったけど、歌はどうでしたか。今日の歌は、私のみんなに聞きたい歌はどうだったんだろう。よいしょ、みんなからのお手紙受け取ったよん。こんばんは。今日公演見に行って好きになりました。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいな、なんか久々の公演だったからドキドキしてたけど、そんな風に言ってもらえたらもう頑張った甲斐があったというか、良かったです。かわは気まぐれな猫のように。遊びに来て、あ、しけんさんありがとう。アルクマうちわにせいちゃんが反応してた、本当にすごい、すごいよね。アルクマを知っているってかなりあれじゃない、コアな長野ファン。サリンも公演みたい、好きなら。本当ですか、嬉しい。歌えないと入れないポジ、まあ、確かに歌ユニットあるもんね。歌ユニットあるし、デッサンとかも歌い出しが私で、その次がスイちゃんさんだから、歌面で、ザヤが歌面だとはあまり言いたくないんですけど、大きな声で。スケンさん、初めまして、ヤッホーン、ありがとうございます。あんま言いたくないんですけど、そう、歌が多いポジションですね。確かに歌もパフォーマンスも良くて終始見てた。嬉しい。でも今日その重力シンパシー公演の結構ほとんど大多数の曲の振り付けをしてくださってる先生が、それたちをあれするために来てくれてて、リハに、そう来てくれて、そのね、その時にさ言ってくれた言葉がめっちゃ嬉しくて、なんかなんか正確な文章は忘れましたけど、歌もいいし、なんか可愛い曲とかも可愛く表現変えれてすごくいいから、自信持ってやりなってわざわざ言いに来てくれて、なんか、はあ、頑張ろうって思った。今日の重心公演外れたんだ、オンデマンドで見てました。あー、見てくれてありがとう。礼儀正しいの下り笑った。マジでなんかさ、まさか勝手にエリーちゃんって呼んでるんですけど、わかんない、今度エリーちゃんって呼んでいいか29日に聞こうと。先輩にめっちゃちゃん付けで呼んでるんだけど、許してくれるかな。エリーちゃん許してくれそう、マジ優しい。そう、エリーちゃんまさか聞いてるとは思わなかった、ちょっと恥ずかしかった本当に。なんか普通に一昨日のリハでみんなでね、今日の出演メンバーみんながこうリハ来てくれて、みんなで何曲かやって、でまあさ、普通だったらさ2日前だからもう完璧じゃなきゃいけないじゃないですか。でもさえはもう舞台でいっぱいいっぱいすぎて完璧に仕上げていけなくて、みおんさんに「ここの振りってどうでしたっけ?」みたいな聞きに何回か聞いたんですよ。そうなんかだからさ、みおんさんもさ選抜とかでさ絶対別のお仕事もあってめちゃくちゃ忙しいのにさ、なんか有形な手間かけちゃったなと思って、いやー本当にすいません、細かいとこまで丁寧に教えていただいて本当にありがとうございますみたいな。でもなんか別になんか言ったような気もするけどあんまり覚えてない、 無意識に無自覚でなんかクソ丁寧言葉になっちゃったんだけど、そう、おい、みおさんに言ったの。でもその時エリーちゃんが近くにいるとは全く知らなかったから今日その話してて聞いてたんかーいと思って、ちょっと恥ずかしかった、嬉しかった。でも今日ねエリーちゃんとね初絡みだったんですけどね、結構まあ私にしては喋った方でした。こんばんは、面白かった、ありがとうございます、笑っていただければ何よりです。楽しかったな、リーちゃんマジでいい人やった。なんか次も出るって聞いてくれて、29もいるっつって、いますいますっつってね、29日は間に休憩があるのでそこで頑張って話しかけたいと思います。できるかな。
体からの初日本当にお疲れ様。おー890日だって。イエーイ、あと10日で900。マジ900は大台じゃない？なんか1000までもうあと一歩みたいな、まあ、1000まであと3ヶ月かかるんですけど、なんかなんかあと一歩って感じがして、イエーイ嬉しい、素晴らしいね。こんなに続くと思わなかったな。勝負の国民の彼女、あ、ゆりさんですか。そう、ゆりさんはもう国民の彼女やから異論は認めん。28の話し会舞台の感想を話すね。待ってます。やばい、眠くなってきちゃった。いや、今配信始める前にね、ご飯を食べたんですよ。今日の公園のお弁当を食べたの。そう、今日はね、朝スープ飲んで、お昼にプロテイン飲んで、何も食べてなかったから、そう、もうなんか餓死寸前で、お弁当先食べたんですけど、空腹の時にちょっとカロリー高いの食べたから、絶対吸収良かった。明日は控えなくっちゃって感じなんですけど、ご飯食べたから眠くなっちゃった。サリン髪型素敵。メイクさんのお任せでーす。弁当なんか何あれ？あれは何なんだ？竜田揚げ？唐揚げ？竜田揚げと唐揚げの違いはもう分かってないけど。竜田揚げ？唐揚げ？みたいなやつ。昨日はヤクルトだけどお腹空かなかった。え、お腹空いたまま寝た。昨日ヤクルト飲んで、さーてこっから我慢だぞっつって寝た。あー眠い。あー、この眠気ね、さ、ショールーム終わってから一寝しちゃいそうだな。寝る前に、お風呂入る前に、これは良くないですね。非常に有識事態、有識事態やな。終わった瞬間にお湯ためよう。でもお湯ためて寝ちゃうときたまにあるんだよね。で、冷え冷えになったお風呂を見て絶望するみたいなね。1時ぐらいに起きて。非常に良くない。横になっちゃダメだな今日。オンデマンで見てました、ありがとう。レピーマン、そういえば元カレですの時サポーターしてたけど、あれは摩擦防止。そう、なんか滑るときに痛いの嫌な人はつけてもいいし、つけなくてもいいよみたいな感じで、よくわかんないけどつけてみたけど、あんまりいらなかったかもしれない。つかさ推しです。あ、嬉しい。ちょうど今日緑着てるわ。さっきからなんでかわかんないけど、君のカップリングウィズずっと頭で流れてる。なん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 かさ、カップリングウィズのさ、なんかこのこういう動きめっちゃ可愛くない？なんか手と手と動くやつ、あれめっちゃ好き。いつかあのポジション覚えよう。君のカップリングウィズ一回やってみたいんだよね。いつかできるようにしと、新ポジ覚えよう。いつか、遠い昔、遠い、違う、昔じゃない、遠い未来、いつかやろう。元カレは4回目、披露は披露4回目、でも8人バージョンは2回目、シンポジだった。誰のポジがいいかな。でもそのままでをなんかフェイクやってみたいから、そう、そういうところも好き、ははみたいなやつやりたいから、マチャリンさんのプチやりたいかもしれない。マチャリンさんとチョウリさんのポジ作りたいな。金木犀むずそう。サリンは手足長いからダンスが入るなと思う。嬉しい。なんかさ、アンコールの衣装さ、今日なんかパンツスタイルの人とスカートスタイルの人がいるんだけど、今日のメンバーちょうど私しかパンツスタイルがいなくて、なんかさっき丈短くねって写真撮ってる時思った。なんか終わってからみんなで集合写真撮ったんですけど、初日メンバーがその公演中の写真撮影と一緒でさ、
前列で5人並んでさ、なんか正座したんだけどさ、一人だけなんか足出てる範囲広いなと思ったらみんなスカートやった。あれっつって、みんなに足を長いという錯覚を今日見せれたんじゃないかなっていう。やばい眠たい。金木星アンコールの衣装、スカートかパンツか選べるの？いやもう衣装さんの当て込みです。誰々ちゃんはスカートみたいな感じで多分決めてくれたんだと思う。サリンとセイちゃんの歌よかった。嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。サリンは上下花道両、あ、上下だったわ。上下両方花道来るかどちらでも楽しめる。なんか本当は下手の花道に3回行く予定だったんですよ、ポジション的に本当はね。でも大竹ちゃんが初日やるときに、いや下手の花道3回も行くのはちょっと多すぎじゃねってなって、そうポジション変わったりしたので、結果的に1個花道じゃなくなり、かつ上手の花道にも行けるようになったというね、そんな変更があったりしました。こんばんは。サリンは誰も立ち姿というか佇まいも綺麗だなと思った。ああ嬉しい。でもなんかもう分かんない、染みついてる体に全然意識してない。どんなことしてたんだろうさやどうやって立ってたのか全然覚えてないわ。全然意識してないな今日。こんばんは。え、なんかそんな特殊な立ち方してた？あー記憶がないな、どうやって立ってたんだろう。いつもお辞儀綺麗。あ、でもお辞儀は腰から折るようにしてるかも。上半身をこのままこうやってこうね、こういくようにしてる、いつも。そう、公演ね、多分上下もどっちもねめっちゃ行くからどっちも楽しめる。今日劇場公演さげちゃん最高でした、ありがとうございます。嬉しい。こんばんは。やばい眠い。そろそろ終わりにしようかな。もうちょっと話したいところだったけど眠すぎる。こんばんは。眠すぎる、さすがに髪伸びた伸びた。あ、そう、なんかさっき話そうと思って、そういえば話すの忘れた。あ、話そうと思って話脱線してそのまま行っちゃったんだ。今日は夜公演だったのでって言ってたら、あ、今日ね早めに入って、あの1公演やったんで今日実質3公演なんですよみたいな、あのそれたんですけど、一番言いたかったのはそこじゃなく、今日そのまあ昼過ぎに行けばよかったんで、あのアラームかけずに寝ようと思ってめっちゃ寝てやるぞと思ったんだけど、なんか普通になんかもう多分し不安と心配が育ってたせいで、なんか普通に早く起きた。昨日もなんか目覚ましより早く起きたし、今日もなんか早く起きたし、あのやっと今日も目覚ましかけずに寝るけど、今日はマジ昼、明日昼まで寝れそうお辞儀綺麗な子に惹かれるのはサリのお辞儀にはとても惹かれます。嬉しい。また明日話せばいいよ。めっちゃ優しい。明日話すね。じゃあみんな明日のショールームで話すわ。話したかったこと、もうなんか今パッと思い浮かばないけどじゃあランキング読みます。10歳ちゃん、アショグさんにとぜます。12アンディさんにとぜます。11ラッピーさんにとぜます。11クロギツネさんにとぜます。9ケンケンさんにとぜます。8バイクトーさんにとぜます。7トモシさんにとぜます。6ケンソリセブンさんにとぜます。5イヤスさんにとぜます。4カボチャ先生にとぜます。3イタタムケンケンさんにとぜます。2ヒラリンさんにとぜます。そして1位はトミさん、ありがとうございます。イエーイ。いっぱい休んでね、ゆっくり寝てね、ぐっすり寝よう。また明日ね、愛車ありがとう。キスバイトの余裕もあるけど助かんね。はい、ということでお付き合いいただきましてありがとうございました。あー不安なく寝れるの久しぶりだ、嬉しい。ではおやすみ、バイバーイ。